パーベル・ヨゼフ・シャファーリック、アリク、サファリック、セファルジック、パーベル・ジョゼフ・サファリック、ポール・ヨゼフ・シャフェリック、パウルス・ジョーシフェス・シャフェリック、PL、ヨースサフ・サファリック、ポバル・ヨゼフ・セファルザイク1795年5月13日、1861年6月26日は、スロバキアの文献学者、歴史家。現在はスロバキアにあたるハンガリー王国北部の、 小さい村で誕生。父親はプロテスタントの牧師で、元教師、母親は下級貴族出身。1815年にドイツの家の大学に入学。歴史、言語学、哲学、自然科学などを学ぶヘルダーやフィヒテを研究した。1817年に故郷へ帰還。プラハで文学サークルに参加、多岐にわたる人物と知り合う。 1817年から1819年まで、プレスブルクで家庭教師として教え、その後、セルビアのノビサドにあるセルビア正教系学校で1819年から1833年まで、教師及び校長として務める。この頃、セルビア文学を研究。1833年に校長辞任後、プラハへ赴き、歴史、文献、言語、文化、 民族の研究を続ける。1848年革命の頃、スラブ会議に参加、プラハ大学で文献学の教鞭を取るが、翌年、辞職。晩年は精神に変調をきたし、橋の上からブルタバ川に飛び込むなど幾多の自殺未遂を繰り返し、1861年にプラハで死を迎えた。ありがとうございます。